どうも、全力投資です。 7月9日火曜日、本日も資産公開やっていきます。で、本日の動画では、持ち株で決算を発表した銘柄がありましたので、動画の後半は私の持ち株の決算についてお話をします。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ということで、まず日本株の振り返りからやっていくんですけれども、今日は日経平均めでたく最高値を更新ということで、上髭若干出てはいるんですけれども、本日は日経平均非常に強い一日だったかと思います。日経平均日中の値動きを見ていきますが、今日は寄り付き直後から終日 使われる一方だったんですけれども大引け前には若干売られて終了となっていますので高値での利益確定なんかも出てきていたのかなと思います。ということで7月9日の日経平均ですが昨日に比べてプラス1.96%値上がり幅で799円終値で4 1,580円となっています日経平均本日は一番高いところだと2%を超えるような上昇をしていましたので今日の勢いを見ていると明日以降も高値の更新は期待できるんじゃないかなと思ってます。 はい。次にトピックスを見ていきますが、トピックス値上がりはしているんですけれども、今日結構しんどい一日でしたね。前場に関しては日経平均がずっと上がりっぱなしの一方で、トピックスに関しては揉み合いといった形でしたので、前場に関してはね、トピックスちょっと頼りない値動きだったんですけれども、5場に関しては本日比較的しっかりした値動きになっていたかと思います。 ということで、7月9日のトピックス、昨日に比べてプラス0.97%、値上がり幅で27.94ポイント、終わり値で2895ポイントとなっています。日経平均大幅上昇、トピックスに関しても1%近い上昇にはなっているんですけれども、東証スタンダードとかグロース市場に関しては本日値下がりといった状況でしたので、日経平均これだけ上げてはいるんですけれども、持ち株全然値上がりしてないよっていう個人投資家さんも結構多かったんじゃないかなと思います。 ということで本日は大型株が中心となって値上がりをするようなそんな一日だったかと思うんですけれどもそんな一日が終わって私の資産状況どうなったかというと楽天証券で保有している金融資産額7月9日は昨日に比べてプラス298,676円となっていまして証券口座内の資産合計額4,0299,966円となっています ということで本日は私の日本株のポートフォリオも値上がりをした一日にはなったんですけれどもやっぱり日経平均とかトピックスにはパフォーマンス全然かなわないといった状況でしたということで個別株の値動きを見ていくんですけれども今日は建設とか設備関連に関しては大弾がかなり強い値動きだったかと思いますプラス160円ですね積水ハウスに関しても比較的強い値動きだったんですけれども一番上コムシスに関しては小幅マイナスですねはいでその次サービス関連に関しても比較的値動き強いところが多かったかなと思いますアルトナーだ 今日はマイナス22円となっていますがヒューマンホールディングスとかワールドホールディングスとかしっかり上昇してますねで食品セクターですけれどもキリンホールディングス日清オイリオどちらも値上がりとはなっていますが小幅な上昇にとどまっていますあとはハードオフコーポレーションも今日は比較的強い値動きですねでエルマテックとか東京エレクトロンデバイスも今日はしっかりと値上がりしていますがその下双日がマイナス4円ですね小幅下落となっています で、不動産セクターに関しても、ヒューリック・リート投資法人は値上がりをしているんですけれども、その上ヒューリックとかウィルとか、この辺に関しては小幅下落となっています。 はい。で、そこから下は値、ね、動きまちまちとなっているんですけれども、栗山ホールディングスはプラス1円、小幅上昇ですね。スターティアホールディングスはマイナス26円ということで、ちょっと上値が重たいかなといった感じです。で、価格セクターに関しても値、ね、動きまちまちですね。クラレがマイナス1.5円となっていますが、三菱ケミカルがプラス10円ですね。間に挟まれている SRA ホールディングス、本日はプラス45円ということで、SRA ホールディングス、ここ最近は結構株価が強い値、ね、動きとなっています。 J タワーがマイナス32円ですねまあグロース市場が今日売られていましたのでこの辺は仕方ないかなと思いますあとはアルプス技研がプラス12円となっていますがその下も値、ね、動き弱いところが目立ちますねで出光がプラス2円ということで本日は出光踏ん張っていたかなと思います あとは日本電気ガラスとか日本製鉄とか SWCC この辺りは結構値動き強いですね。本日は藤倉がかなり値上がりをしていたんですけれども SWCC は藤倉に比べれば値上がり率としてはちょっと物足りなかったかなと思います。はい。で3話とか DMG とかこの辺りは値下がりですね。小松に関してもマイナス15円ということで下落しています。 あとは、アネスと岩田とか iPhone とか、このあたりも小幅上昇といった感じですね。で、輸送用機器ですけれども、イスズ自動車、ヤマハ発動機、どちらも揃ってマイナスとなっています。で、その下、白銅とか東京精密とかキャノン、このあたりは結構値上がりしてますね。東京精密に関しては株価も1万3000を超えてきたということで、この先どこまで上がっていくのか注目したいと思います。 はいでクレステックは値動きなしですねでタカラカンパニーローランド本日はこの2名柄しっかりと値上がりしていますその下バルカーなんかも結構値上がりしてますねで商社に関しては本日比較的値動き調子良かったところが多いんですけれども伊藤忠がプラス88円結構値上がりしてますねその下調理とか金松佐藤商事は値上がりしているんですけれども本日稲葉田産業がマイナス15円ということでちょっと力強さがなかったかなと思いますで伊藤忠 NX がプラス6円ですねもも小幅マイナスだったんですけれども本日は商社株 の中で、も値動きに明暗が分かかれたかなと思いますで今日値動きあんまり冴えなかったのは金融関連ですね。三菱 UFJ がマイナス25円となっていますが、その下ジャックスとかオリックス野村ホールディングス、この辺りも値下がりとなっています。金融セクターの中でも本日は保険株は結構しっかりした値動きだったかなと思います。東京会場もプラス128円ですね。結構値上がりしてますね。含み益もえらいことになってきています。 はい。で、その下不動産セクターですけれども、イオンモールが小幅上昇となっていますが、統制がマイナス55円ですね。昨日は決算を受けて大幅上昇となっていたんですけれども、本日は反対に大幅下落となっています。 はい。で、通信セクターに関しては本日比較的な、ね、動き強かったかなと思います。スカパーがプラス22円ですね。NTT に関しても2.2円の上昇ということで、ここ最近はなかなか底堅い値、ね、動きが続いているんですけれども、KDDI もプラス39円ですね。ソフトバンクに関してはプラス40円ということで大幅上昇となっています。 はい。で、電源開発がマイナス14円ですね。電源開発に関してはなかなか株価が冴えないですね。あとはアイネット1年、クレオ山田、この辺りまで値上がりとなっていますが、一番下、森とですね。本日はマイナス5円ということで、なかなか上値の重たさが目立つかなと思います。ということで、持ち株ざっと眺めてみましたけれども、今日は日経平均2%近く値上がりしている割に、持ち株の中では結構売られている銘柄も多い状況となっていますので、日本株弱くはなかったんですけれども、全体的にはね、そこまで力強さもなかったのかなと思います。ということで、 楽天証券に保有してていいる金融資産額4,029 966円となっています次に SBI 証券で保有している日本株ですが本日はプラス2,000円ということで保有している銘柄は昨日から引き続き UBE200 株だけになるんですけれども本日はプラス3.6%ということで小幅上昇となっていますなんですけれども NISA の成長投資枠で保有している銘柄評価損がマイナス1万5200円となっていますのでこの含み損は早めにプラスに持っていけたらなと思ってます。 とということで楽天証券 SBI 証券どちらの口座の状況を見てもやっっっぱり日経平均ほどのの力強さはなかったのかなかかたたといった感じです次に楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが7月9日終了時点で4,614万548円となっています。 総資産額はめでたく4600万円台に戻してきたんですけれども一番高いところからだとまだ30万円ぐらい低いところにありますので今はねやっぱり大型株とかに資金が集中しているのかなと思うんですけれどもそういった資金がこの先中古型株に流れてくることを期待したいと思いますはいということで本日は指数の値動きに比べれば私の日本株のポートフォリオはそこまで値動き良くなかったんですけれどもこの辺もねやっぱり日本株に資金が入ってきたタイミングではやっぱり大型株が主導するような展開になるかなと思いますので フォーマンスとししててては日経平均に負けてしまっていまますすけれどもこの先の先資金循環には期待をしていいいいきたとと思いますということで、動画の後半ですね、私の持ち株の中で決算を発表した銘柄がありましたので、その銘柄の決算について見ていくんですけれども、本日決算を発表していた銘柄、タカランドカンパニーですね、今日はタカランドカンパニープラス40円ということで、値上がり率も1.33%しっかり上昇した1日となっています。なんですけれども、ここ最近は株価ちょっと下落してきてますね。ということで、こちらのタカランドカンパニーが発表した決算の内容 見ていくんですけれども宝のカンパにもともとは「宝印刷」という会社名になりましてもともとは印刷業の会社になるんですけれどもここ最近は Web 周りのディスクロージャーサービスとかそういったものを中心に扱っている会社となっています。 あと、ディスクロージャー関連のサービス以外だと、翻訳事業とかがね、結構メインのサービスになっているのかなと思います。ということで、タカランカンパニー本日発表した決算、2024年5月期の本決算だったんですけれども、2024年5月期、まず売上高ですね、こちらが292億円となっていまして、売上高は2023年5月期から比べると、プラス6.2%、しっかり成長した1年だったかなと思います。 営業利益は42億円となっていまして、こちらも2023年から比べれば、プラス11%ということで、しっかり伸びているんですけれども、経常利益に関しても43億円、プラス8%ですね。で、最終利益、こちらが30億円となっていまして、2023年5月期から比べると、プラス16%ということで、今期は最終利益がかなり伸びた1年だったのかなと思います。で、これ後でも出てくるんですけれども、この最終利益のところ、プラス16%っていうのは、ちょっと覚えておいていただければなと思います。 はい。ということで、セグメント別の状況を見ていくんですけれども、まずはじめにディスクロージャー周りに関しては売上高はしっかり伸びている状況ですね。翻訳事業に関しても売上高はだいたい5%ぐらい伸びていたのかなと思います。はい。で、セグメントごとに見た利益なんですけれども、ディスクロージャー周りに関してはね、セグメント利益今期はかなり伸びているんですけれども、通訳翻訳事業に関しては売上高が伸びた一方で、セグメント利益に関しては若干マイナス成長となっています。ということで、ディスクロージャー関連事業がめちゃくちゃ調子いいですね。 通訳翻訳事業に関しては売上高は結構伸びているんですけれどもその一方でセグメント利益の確保に関してはちょっと課題があるのかなと思います。はい。ということで2025年5月期の業績予想なんですけれどもまず売上高ですね。こちらに関しては微増といったところですね。営業利益に関しては2024年5月期から2025年5月期にかけてプラス1億円ということでこちらも微増といった感じなんですけれども注目するのが最終利益ですね。こちらに関しては2024年5月期30億円だったものが2025年5月期に関して 29億円ということで今期売上高営業利益に関してはちょっとずつ増えるんですけれども最終利益に関してはね若干ではありますがマイナス成長の予想となっています。 で今期最終利益プラス16%ということでかなり伸びていたんですけれどもその要因が一番上のメッセージラインに書かれているんですけれども2024年5月期に関しては特別利益の形状があったということでこの3条件もともとの計画よりもかなり上振れていたんですよねで2025年5月期に関してはそういった要因がないということで最終利益残念ではありますが若干マイナス成長の予想となっています はい。で、配当金の予想なんですけれども、2025年5月期、上島合わせて年間90円の予想ということで、配当成功40%ですね。最終利益若干マイナスにはなるんですけれども、配当金を増配してきた点はかなり評価できるポイントかなと思います。ということで、タカランドカンパニー、業績かなり安定しているんですけれども、配当金もしっかり増配をしてくれましたので、この先も長く保有していきたいと思います。以上。